見つけた私の戦車道。転校してから本当にいろいろなことがあったけど、大洗のみんなや各校の人たちの助けがあったから、私は諦めずにここまで進んでくることができました。ちょっと未報者？ああ、カチューシャさん。カチューシャさんじゃないわよ。何よこのしんみりした感じ。ゲームの宣伝ですけど。未報者？ゲームの宣伝だったらもっと明るくやりなさいよ。戦車道は楽しいものなんだから。わかりました。それでは改めてガールズ&パンツァードリームタンクマッチの宣伝を始めます。パンツァー4。まずは感想戦モードの説明をします。大洗が今までの戦いをまとめた PV を作ろうとカチューシャたちを呼んだのよね。はい、今映っている映像はカチューシャさんたちにゴルフ場を突破されて市街地まで逃げ込んだシーンですね。最初は良かったんですが、結局負けちゃいました。とどめはダージリンに譲ってあげたけど、まあ結果的に勝ったから、これで未報者とは一勝一敗ね。他にも各校の皆さんはどんな視点で戦ったのか見ていきましょう。ちょっと未報者、カチューシャの話を聞きなさいよ。え、カチューシャさん何か言いましたか？それより気分を変えていつもと違った戦車で戦ってみませんか？まあどうしてもって言うなら戦ってあげてもいいけど。戦車のカスタマイズね。カチューシャ様のセンスを見せてあげるわ。色はこれで、デカールはこれ。できたわ。準備はいい？未報者。はい、私は4号以外の戦車で戦ってみます。いいじゃない。それじゃあ勝負よ。せっかくなのでいろんな人とも戦ってみましょう。5人チームで勝負です。いいわ。ま、カチューシャの率いるチームが負けるわけないけど、私もカチューシャさんに負けないようにみんなと頑張ります。ボコボコにしてあげるんだから。私たちの戦車道はまだまだ続きます。どんな場所だろうと偉大なるカチューシャ戦術が最強だってことたっぷり見せてあげるわ。私もみんなのおかげで見つけられた私の戦車道を信じて全力で戦います。ガールズ&パンサードリームタンクマッチ。早期購入特典は大洗女子学園制服バージョンのライバル隊長セット。